結構問題というかですね、どういうものなんでしょうかということを聞かれることがあります。海外進出ですね、一部の企業がですね、同じ市場に進出しすぎるということでですね、市場が飽和してしまう。で、競争が激化する産業の空洞化の問題というのが生じるんですね。で、これはですね、マーケットリサーチと戦略的な進出先の、検討とかですね、あとグローバルでのですね、独自のバリューポジションとかですね、あとマーケティングブランド構築とかですね、そういったことっていうのは前提としてもちろんなんですけれども、やはりですね、もう海外進出っていうのはもう情報が全て、あとコネクションが全てかなというふうに思います。ですので、マルスの場合はですね、具体的なクローズのですね、コネクション情報、コネクションというのはすぐにご紹介し、栽培スキームで増やすことができるようにしています。で、海外進出の統計ですね、統計データについて、結構。